FM ミュージックロックをお聴きの皆さん、おはようございます。山崎亜美です。ここからは平井玲奈さんからバトンタッチ、最新音楽エンタメニュースをお届けします。さあ、今月木曜日を担当してくださっているゲストミュージックブロードキャスターは私立恵比寿中学の真山里香さんです。おはようございます。おはようございます。朝のチャイムが鳴りました。私、私立恵比寿中学の出席番号3番真山里香です。よろしくお願いします。お願いします。元気にありがとうございます。ありがとうございます。あの、先ほどもクロストークで少しお話ししたんですが、はい、ニックネームがなくて寂しい思いをしてるってスタッフさんからお伺いして。そうなんですよ、はい、あの、私マヤマリカなので、はい、基本的にやっぱマヤマっていう名字が珍しいので。そうですよね。 そこに結構フィーチャーしていただくことが多いなと思って、はい、あだ名は、ま、マヤマなのかなとは思うんですけど、味気ないですよね、名字が。味気ないって思いますか？思っちゃいますね。アーミンさんは、はい、もうアーミンがあだ名ですか？アーミンがもともとあだ名 で、はい、でラーメンが好きすぎて、はい、この番組のゲストで来ていただいたアスカさんに、はい、アスカさん、あのラーミンってつけてたわけ。いいな、羨ましい。真山さんもラーメンお好きだから。あ、そう、私もラーメン好きなんですよ。そうですよね、うん、ラーメン系のとか。あ、まあ、まあ、ラー、まあ、難しい。ラーメン山。あ、でもツイッターで先ほどちょっとツイートしてくださいって私が言ったら、はい、マーリッカとか来ますね。マーリッカ、リカちゃんマン。リカちゃんマン、あ、可愛いですね。なんか赤ちゃんマンみたいで、なんか、あ、可愛い。アンパンマンの世界観なのかな、柳瀬隆さんのね、世界観なのかもしれない。マーさんとか。マーさん、あ、マーさんちょっと新しいですね。私一応そのあだ名的なもので言うと、はい、メンバーからはマヤさんとは呼ばれたりとかしてるんですよ、はい、たまにこうマヤちゃんとか言っていただくことはあるんですけどね。なんかその、何でしたっけ、マーさん、マーさんはちょっと新しいですね。お、うん、じゃあなんか新しいものを募集したいですね。はい、はい、ぜひ。じゃあこの3週で一緒に考えていきましょう。はい、お願いします。ラーミンお願いします。 ありがとうございます。お願いします。さあ、それでは今日の最新ミュージックニュースをご紹介します。今日は真山さんからお願いします。はい、ミレイ新曲オーディナリーデイズのジャケット写真とミュージックビデオのティザー映像が公開。ドラマ「箱詰め戦う交番女子」主題歌として話題のミレイの新曲「オーディナリーデイズ」のジャケット写真とティザー映像が公開されました。今回は楽曲プロデュースに蔦谷好位置さんが参加。ラジオ番組の共演でいつか一緒に楽曲制作をと話していた2人の初タッグが実現しました。オーディナリーデイズは7月14日に先行ダウンロード配信、ストリーミング配信がスタート。正式リリースは8月4日となっています。いやー、素敵なニュース読み、ありがとうございます。 ありがとうございます。先週あの乃木坂46を下ろされてましたが、はい、そうですね。今日はちょっとやっぱこの無理をするのは良くないと思って等身大に今日はやらせていただきました。そうですね、ありのままの、はい、ありのままの自分でした。ありがとうございます。いや、ミレイさんの新曲のニュースでした、はい、こちらのティザー映像を拝見させていただいたんですが、あの、映像は繊細だけど歌声は力強くて、なんか重厚感があって。そうですね、そのギャップが素敵でしたね。やっぱあのミレイさん、お声が本当に素敵ですよね。はい、こう一度聞いたら耳からこう離れない歌声というか。離れないですよね。もう本当に尊敬しかないです。なんか体の芯まで伝わってくるような歌声ですよね。もう響き渡りますね。楽しみですね。楽しみです。こちらのドラマ箱詰め戦う交番女子は戸田恵梨香さんと永野芽郁さんが出演される交番を舞台にした女性警察官ドラマです。真山さんはあの女優の仲間由紀恵さんに憧れてオーディションを受けられたそうですね。はい、そうなんですよ。あの、受けた事務所はスターダストプロモーションだったんですけど、あの、はい、仲間由紀恵さんはプロダクションおぎにこう取得されているんですけど、はい、私ちょっとそこが全然詳しくなくって、はい、とりあえず芸能事務所に受けたら仲間由紀恵さんに会えるんじゃないかっていうので、そういうことだったんですね。そうなんですよ。なんか見てたドラマとかありますか、当時。私は極戦がすごく好きで、
その極戦シリーズがめちゃめちゃ好きなんですよと、そのスターダーのオーディションでも、はい、話させていただいたんですよ。そしたら、その当時の事務所の、その部署の一番偉い方に、はい、あ、じゃあちょっとなんか仲間由紀恵さんのモノマネしてみてよ、みたいな。あ、すごい、めちゃめちゃ。急に振られて、で、お前ら、夕日に向かって走ろうよっていうのをやったんですよ。そしたら、受かったっていう、スターダストに。いやもう本当だから中村圭さんがいなかったら私はこの芸能界にいないので、いすごい本当に似てる。いやそんなきっかけがあったんですね。そんなきっかけがありました。そんなきっかけがあってからの真山さんも女優としてドラマにもご出演されてますが、はいはい、なんか演技とアイドルのステージって違いますか？もう全然違いますね。そうなんですね。やっぱりこうなんだろう、お芝居になると自分じゃない人を演じなければいけないのがやっぱすごく難しくて、私にはでも難しい反面とても楽しさもあるんですけど、はい、やっぱこう普段の言い回しとは違うセリフになるので、言葉遣いとかが、だからそこがなんか自分なのに人格が何人もいる感覚になって、そこが難しいですね。そうなんですね、うん、でもなんか普段お話しされてる時とアイドルでライブで歌われてる時の印象が全然違うから、はい、あ、それもよく言われます。そうですよね、はい、すごいギャップ萌えしちゃうんですよ。嬉しいです。はい、ぜひ今度ライブ来てください。ありがとうございます。ぜひ、ありがとうございます。嬉しい。さあ、それでは2本目のニュースを私がご紹介します。お願いします。2007年リリースのシングル「幸せ」が ABEMA TV 新番組の主題歌に決定。 aiko さんの楽曲「幸せ」が ABEMA で放送開始される新番組「私たち結婚しました」の主題歌になることが決定しました。この楽曲は2007年にシングルとしてリリースされたもの。恋愛中の幸せな一コマを描いたミディアムナンバーで、紅白でも歌われた愛子さんの代表曲の一つです。新番組私たち結婚しましたは、もしもあの芸能人たちが結婚したらをテーマに、2組のカップルが疑似結婚生活を送る結婚モキュメンタリー番組、初回放送は7月9日だそうです。ということで、愛子さんの楽曲のニュースでした。主題歌に決定ということで。うわ、すごいですね。こうやって時を超えて主題歌になることがそうですね、あるんですね。確かに珍しいですよね。こちらの私たち結婚しましたは、実際は他人の二人がまるで夫婦のように、はい、住む家を考えたり新婚旅行を考えたり7日間の結婚生活を送るそうです。いや、知らない相手とこの結婚生活って想像してみてどうですか？そうですね、でもこう7日間一緒にいるわけですもんね、はい、なんか本当に恋愛感情が芽生えそうじゃないですか。確かに最初の1日2日間はちょっとね、なんか距離感がね、どうしたらいいのかわからない、こう難しい感じだと思うんですけど、はい、3日目ぐらいから急に距離が縮まったりとか、ハプニングとか、やっぱ7日間一緒に過ごすとあるんじゃないかな。どうなるのか想像できないから、ね、そこも楽しみですよね。楽しみですね。どうなっちゃうんだろう。では、さあ、それではニュースにあった2007年リリース、私たち結婚しました主題歌となった愛子さんの曲をお送りします。幸せ。FM ミュージックロック、今月木曜日は私立恵比寿中学から真山里香さんをお迎えしています、はい、愛子さんの曲が流れている時にちょっとお話しさせていただいて、はい、愛子さんお好きなんですね。そうなんですよ。私実は愛子さんのファンクラブに入っておりまして、ジャンキーなんですよ。ジャンキー。そうなんです。そうなんですね。ツイッターで、はい、初心者の方におすすめの曲はありますかっていう質問が来てるんですけど、私愛子さんを好きになったきっかけの曲が、はい、ミルクだったんですよ。あ、もうミルクって愛子さんの可愛らしい部分と、はい、ちょっとセクシーな部分と、そしてそのおどけていらっしゃるちょっと可愛らしい部分とか、そういう部分がすごくお茶目な部分とかが出てる曲だなと感じるので、ぜひミルク聴いていただきたいですね。とっても有名な曲なんですけど、そっちからなんかドハマりしちゃいそうですね。うん、ぜひみんな、そうだったんですね、みんな愛子さん聴いて幸せになってほしいです。本当にありがとうございます。
先週の放送でもお話ししましたが、はい、一昨日東京ホールミクサで開催されたアイドル歌会アットサラダ記念日に出演されてましたね。あ、そうなんですよ。初めての短歌読みということでいかがでしたか？はい、このね、イベントはアイドルが短歌を読むっていう、まあ、イベントなんですけど、はい、私初めて短歌をそのお話をいただいた時に短歌みたいな、もうめちゃめちゃ難しそうなイメージだったんですけど、こうしてこう自分が短歌を読んだりして触れてみると、はい、その難しいイメージがこの言葉遊び的な感じでその味噌一文字にこう埋めていくので、それがなんか身近に感じられて、意外と短歌って自分でも作れるし、なんか身近なものなんだなと思って、すごくいい経験になったなって思いますね。あ、そうなんですね、はい、確かになんとなく入りづらいイメージありますもんね。そうなんですよ。そうなんですね。でこのイベントでこの上の句をアイドルが考えて、ファンの人が下の句を考えるみたいな企画とかもあって、はい、そうでしたよね。そこも結構斬新で楽しかったですね。共同作業な感じでいいですね。そうなんですよ。ファンの方も嬉しい、うん、それサラダ記念日の田原真知さんが、はい、真山さんに本当に初めてとリプをされてましたがそうですね、事前授業っていうのがありまして、その時に、はい、田原真知さんとあと笹明美人さんに一緒にこう指導していただきまして、でその時読んだ俳句をそのまま提出させていただいたんですけど、はい、テーマがファンっていうお題で、お父さん、恋人、友達、誰目線、近くて、遠くて近い恋友達、特別たちよっていう、はい、歌を読んで、うんうんうん、それがなんかすごく優しく、なんか短歌ってその歌会、今回はアイドル歌会なんで歌会なんですけど、はい、歌会ではこう褒めることが、あ、そうなんですね。そうなんですよ。批評には必ず褒めることが第一優先みたいな、へえ、決してこうディスってはいけないみたいなルールがあるらしくて、すごく褒めてくださったのでとても嬉しかったです。なんか素敵ですね、褒めることがしたいって、うん、じゃあこれからも短歌読んだり、そうですねちょっと日々の生活で少しずつネタを貯めていけたらなって思います。聞きたいです、ぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてエビ中の皆さんは、はい、8月21日と22日に横浜赤レンガ倉庫で未来に響け港のプレイグラウンドファミエ2021と題した野外ライブを行いますね。はい、昨年はコロナ禍で開催できなかったファミエですが、今年にかける思いなどありますか？そうですね、やっぱ去年開催できなかった分、今年にエネルギーを存分に詰め込んで、でそれを皆さんと一緒にエビ中の夏を楽しんでいきたいっていう思いが一番あるんですけど、うん、今年はそのもともと8月21日だけだったんですよ、公演の予定が。それが本当皆さんに ご好評いただきまして、はい、22日追加公演が決定しまして。あ、そうだったんですね。そうなんです。今までにもこう 2days っていうファミエはあったんですけど、うん、こうして追加公演が決まるっていうことはなかなかなかったので、うん、その分だけこうファンの皆さんの期待値も高いんだなって思って、私も答えられるように頑張りたいです。なんか2日間やるって去年の分を取り返せそうで。そうですね、いいですね。嬉しいです。あ、盛り上がりそうですね、うん、そしてそんなファミエンの歴代テーマソングを収録したファミエンベスト曲集として、はい、ファミエン 21LP が8月18日にリリースされるということで、はい、こちらはどんなアルバムになりますか？はい、このアルバムではですね、これまでのファミエンのベストソングをこう新メンバー3人がこう収録して、こう6人プラス3人でお届けする、もう新しい歌割りでお届けするっていう楽曲と、はい、さらにこう新曲を9人で作った新曲をお届けできるっていう、まあ、ファミエンをより楽しむための一枚になるかなって思うので、このファミエンが新メンバーが初パフォーマンスするライブになるんですけど、はい、一足先に新メンバーの歌声が聴けるよっていう素晴らしいアルバムなので、ぜひ皆さんに聴いていただきたいですね。8月18日にリリースということで、はい、そちらもチェックしてみてください、はい、そして私立恵比寿中学の野外ライブファミエン2021のチケットは現在発売中です。詳しくはオフィシャルサイトをチェックしてみてください。ということでお時間になってしまいました、はい、最後に私立恵比寿中学の曲をお届けしてお別れしたいと思います、はい、どの曲にしましょうか？今日は23回目のサマーナイトという楽曲を
聞いていただきたいと思います。こちらは、はい、去年のファミエのテーマソングなんですね。そうなんですよ、開催できなかったんですけど、はい、開催できなかった分だけ何か旨味を出そうと思って、メンバーが発案しまして、はい、MV がちょっと彼女とデートみたいな感じのフォトムービーになっていて、おそんなちょっとエビ中としても、 その当時この20歳を超えたメンバーが多かったので、はい、その大人な一枚というかになったなと思います。じゃあ普段よりちょっと大人の姿が見れるので、はい、そちらのミュージックビデオもチェックしてみてください、はい、お願いします。ということで、それでは曲紹介お願いします。はい、私立恵比寿中学で23回目のサマーナイト、ありがとうございます。ございます。ここまでのお相手は私山崎亜美と、私立恵比寿中学から真山理香でした。